江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら渓谷の掲示板からのご紹介でございます。渓谷民自称 IT 強国の近況ということでですね、もう自分でもうあれですね、自ら自称って付けてますね。こちらに対してですね、画像が1枚貼ってありましたんでご紹介していきたいと思います。こちらでございます。ポーン。お、なんだ、ランキングか、ランキングか。これはですね、インターネットの速度、有線ですね、有線のインターネット速度のランキングらしいです。はい。で、16位が日本と、プラス3っていうことは、あれかな ?3、ランクアップしたのかな。平均で 170Mbps なのかな。で、カナダ、ニュージーランド、マカオ。マカオでいいのかな、台湾。パナマ。イスラエルは下がってる。ウルグアイ。あ、サウスコリアさん。29位。6ランクアップして29位なんだ。おー、じゃあ前はもっとひどかったってこと。35位だったってこと。ずいぶん違いますね。IT 強国、強国ではないな。じゃあですね、こちらに対して渓谷の反応がありますんでご紹介していきたいと思います。はい、1人目。無条件愛国番組でこの事実を知らずに外国人に対して渓谷のインターネット速度を自慢しているのを見るとめちゃくちゃ恥ずかしい気持ちになる、わらわら。すでに我が国は IT 小国なのか、ブルブル。通信カルテルがお互いに談合して一切インフラに投資していないから、わずか数年のうちにアナログ国家日本にも追い抜かされた。これまでインフラもほとんど発展しなかったし、事業者が金儲けすることばかり考えていた。 5G だって結局は何の罰則もなかったし、顧客情報も全て海外に売られてしまった。本当に LTE 以降はただ値段が上がっただけで技術的には何も変わってない。20年前のアドスル以降特に大きく進歩していないような気分だ。 ADSL か、実際には金儲けしまくってるのに全く品質改善されない。それなのに今度は世界初の 6g とか言い出してるから本当に全く成長してない。これほど全ての分野で国が対抗するのは至難の業だ。我が国が本物のインターネット強国だったのは00年代の話だ。我々がインターネット強国に早くから慣れた理由はただ一つ、国土が狭いから、インフラの時期安さ的に全国にネットワークを敷くのが比較的容易だった。ただそれだけ。何の発展もなく、ただ金儲けをしている通信企業が問題。5G も結局は詐欺だった。本当に憎しみしか湧かない。IT 強国としてインターネット速度が速いとは言えなくなって、今では日本よりも遅くなってしまった。だから一部の企業に独占させてはならない。もっと細分化させて競争させないと。平均して 10Mbps しか出ないくせに 100Mbps だと偽ってビジネスをしている。それは無線の話だよな。日本はその速度でインターネットが可能なのになぜ紙文書やファックスを使っているのですか。元からインフラが全く整っていない場所にはインフラを敷設しやすい。更地に建物を建てるのとすでにビルが建っていると地に新しい建物を建てるのでは前者の方が圧倒的に楽だし早い。かつて我が国がインターネット強国だった理由も全く同じだ。仮にインターネットの速度が速かったとしてそこまで誇ることだろうか。不便を感じない程度の速さがあれば十分では。国がますます後退していく、すべてはユン政権の誕生から始まった。あ、ユンのせいか。はい、じゃあですね、チャットの反応いきましょう。ムンのせいだろう。はい、じゃあ上の方からいきますかね。自分から自称と認めちゃったよ、かっこ笑い。自称って便利な言葉だよね。本当にランキング好きだね。
こないだ買い替えたスマホで初めて 5G って表示が出たから計測してみたけど、だいたい120から150くらい出てた。ウルグアイさんに負けてる韓国兄さん、わらわら。何ですか、サッカーの話ですか。お日様苦手だから渓谷さんは順位低いんだろうな、光回線使えないだろう、わら。ホルホルできるネタがそれぐらいなんでしょ。またランキングか。ランキング見るなよ、お前らはランキング見るたびにしょぼんとなるだろ。暇だよなーから働いている人からすればそんなもの調べてみようなんて思ったこともないが、 5G が出た時にムンが売りならは IT 強国にだって言ったのが始まり。お前らキャットこのケーブルをまだ使ってるから、カテゴリー5、もしかしたらファックスの方が警告より早いんじゃないか。プラス6って下がったんじゃない。2位、1位はマイナス1じゃないの。ああ、お前らは愛護強国でいいじゃん、わらわら。そのアンテナも撤去してるんじゃなかったっけ、通信会社と契約トラブって、わら。憎しみが湧いた結果が詐欺や窃盗の動機になるのですね、わかります。競争したら嘘大げさ紛らわしいでぐっちゃぐちやになると思うけど、 IT 強国とか自分で言っちゃうから後で恥ずかしい思いするやん。いや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 、通信速度世界最高水準ってアルホルしてたやんか、負けると重要じゃないって、どの口が。そこでユイのせいと言ってる時点で情弱。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。ではまた。